はい、こんにちは、デコのクレソンです。今日はですね、なんとこの八芳園さんに来ております。ここでですね、8月31日なんですけども、トーガさんと H&M さんのコラボのアイテムにですね、実は VIP 展示会に、来ております。はい、ではね、ちょっと楽しみです。それでは行ってまいります。はい、お、すごいですね、壁が、銀の壁が。今日はね、トーガさんとH&Mさんの VIP ショッピングイベントにね、抽選で当たりまして来ております。おしゃれなマネキンが並んでますね。おしゃれですね。はい、ようやくね、中に入ります。はい、先ほどですね、 H&M さんとトーガさんの VIP ショッピングイベントから帰ってまいりました。いやー、よかったですね。もう60名30組がですね、先行して入れてもらえたんですけども、まあ、ちょっと暑い中だったんですけど もう本当にね、素晴らしいもうコラボ商品がいっぱい並んでおりました。すべての商品がですね、本当にこうこだわり抜いてるなっていう感じで素晴らしかったですね。もう本当におすすめのね、商品ばっかだったので、ちょっとね、僕も着てみてですね、ちょっと皆さんにサイズの参考になればいいかなと思いますので、ぜひご覧ください。オンラインショップもですね、9月20日の朝8時からスタートするみたいなので、オンラインで買うとね、サイズがね、ちょっとわからないっていう方が多数いると思うんですけども、その参考に少しでもね、なれたらいいかなと思いますので、ぜひともね、こちらをちょっとご覧になってですね、参考にしてみてください。それでは早速ちょっと着てみます。はい、こちらがダブルのジャケットですね。そして後ろにはベルトがついております。で、このベルトがですね、ここにボタンがついてまして、こうサイズが変えられるという感じで、キュッとも締められますし、ちょっと緩くもできるというものになっております。そして、これ今セットアップできているんですけども、ショートパンツの方もこういう感じですね。まあ、丈でいうと多分6分丈ぐらいですね。僕が172センチの65キロですね。そしてこれサイズがユーロサイズで48と下も48になります。割とこうぴったりめのサイズ感となっています。一応これメンズで出ているんですけども、割とユニセックスなデザインとなっているので、これ本当にレディースの方が着てもね、可愛いセットアップなのかなと思います。はい、続いてはこちらになります。フライトジャケットですね。リバーシブルフライトジャケットになります。僕172センチで65キロなんですけども、 L サイズですね。 XS、S、M、L ありますね。これがまあ一番大きいサイズとなってます。割と172センチの僕でも丈はちょっと短めかなと思いますので、それをね、基準にちょっと選んでいただければいいかなと思います。こちらがですね、デザインがすごい凝ってまして、まあ、片側にね、こういうファスナー付きのポケットがついております。そしてこれ後ろを向くとですね、何やらこのひだひだのこう袋の口みたいなものがついているんですけども、これ実はですね、このようにですね、実はジャケットが袋の中にこう収まる、収納できるというデザインになっているんですね。なんでこの後ろ側にですね、紐がついているんですけども、そこの中にこうギュッと入れてキュッと締めるとですね、このようにジャケットが実は収納できます。そしてこれなんとリバーシブルジャケットなので、まあ後ろこう見せてもね、かっこいいかなとは思うんですけど、さっき表面だったところを裏側にして表にするとどうでしょう。めちゃくちゃかっこよくないですか。もうちょっとね、スカーフ柄の模様で、前はねこういうデザインになっているんですけど、後ろはちょっとこうね、緑をあしらったような、このようなビシッとした唐辛子デザインになっています。これも生地感はものすごくいいです。どうでしょう、これも本当に10年ぐらい着てもなんかちょっとヘタレなそうな感じの生地感で、縫製もやっぱしっかりしてますし、まあ、フライトジャケットなので、もうね、こうちょっとハードに使っても丈夫そうなイメージですね。
いや、これすごいいいです。はい、続いてですね、メンズのジャケットですね、こちらを購入してまいりました。こちらも同じく L サイズになっています。172cm なんですけども、ちょっとこれオーバーサイズに実は着たくてこのサイズをチョイスしてきました。いいですよね。なんかね、保温性がすごく優れていて、ちょっと秋口のとか冬の最初ぐらいのね、ちょっとこう肌寒くなった季節には本当最適なこうジャケットじゃないかなと思います。ちょっとこう防水性もなんかありそうなんで、ちょっとした雨の日とかもね、すごく良さそうなデザインになってますね。そうですね、ちょっと継ぎはぎのようなデザインになってまして、腕の脇のところがですね、ちょっとこうベージュの切り返しになってまして、上の部分が黒ですね。この部分がちょっとグレーっぽい色ですね。これちょっとメンズっぽいデザインなんですけども、女の子これちょっとダボっと着てたらすごい可愛いかなと思いますね。で、後ろを見ると、後ろはちょっとこうキュッと絞れていまして、こちらもね、背中の部分がちょっとこうね、空気が入るようになってますので、まあ、デザインと機能性がね、すごく両立してていいんじゃないかなと思います。そして僕ね、自転車も乗るので、これ前をちょっと止めまして、かぶったりですね、フードですね、になっております。首元がね、結構こう、守られていて、ちょっと肌寒い季節にはすごくいいかなと思うジャケットですね。いやー、これいいな、すごい暖かいです。はい、続いてはですね、こちらのパーカーとパンツになります。これ僕 172cm 65kg なんですけど、上をちょっとオーバーサイズ気味に着ているので、パーカーは L サイズでございます。そしてパンツの方はですね、ちょっとまあそんなに足も僕長くないので M サイズを着用しております。割とこう両方ともね、いい感じのサイズ感だと思います。パーカーの方ですね、ここにこうざっくり穴が開いていまして、僕下にちょっと XL のね、自分の T シャツを着ているんですけども、そこからこうね、ちらっとこう T シャツの白が見ています。でここをちょっと柄にしてみてもね、可愛いかなと思いますし、色の T シャツとかなんかね、カットソーを合わせてみてもすごくいいんじゃないかなと思います。パーカーのちょっとこの襟首とかはちょっと結構気になるところなんですけど、ここはそうですね、かぶってみるとさすが東賀さん、ぴったり。パンツはですね、このリラックス系のパンツになってまして、ウエストの部分はですね、ゴムになってます。なので割とこうウエスト緩いんですけども、キュッと引き締められるので、すごく楽な仕様になってますね。シルエットは、まあ、こう横から見ていただくと割とこうね、シュッと裾が詰まってるんですけども、まあ、そこまで丈は短くなく、ちょっとね、ワンクッションこう垂れませるぐらいの方がなんか僕はいいかなと思って、この M サイズを選んでみました。はい、続いてはですね、こちらですね。これも、先ほどのパーカーと似ているデザインなんですけども、ちょっとクルーネックになってますね。なのでパーカーではなく、こちらも穴がここに開いていまして、今僕ちょっとね、ピンクのロンティーを着て合わせています。こちらもサイズは L サイズになります。なのでね、若干ちょっとオーバーサイズかなと思いながらも、割とこう 172cm の僕にはぴったりの丈感になってます。それもね、ちょっとこう若干こう余裕があってですね、僕結構腕長いんですけど、実はなんですけど、割とこうちょうどいいこうね、寒い冬にも手首が隠せちゃうようなサイズになっております。こちら L サイズですね。そしてこちらパンツですね、チェックのちょっとフレアパンツですね。こちらはレディースになります。レディースのサイズはユーロサイズの40ですね。これね、ちょっと横はですね、デザインが、ここが前がちょっと長くなってまして、後ろがちょっと短いようなデザインですね。なのでね、こうブーツに合わせていってもすごく可愛いんじゃないかなと思います。まあ、ウエストはちょっとレディースなんで、ちょっとこう狭めなんですけども、まあ、全体的に東亜と H&M のコラボの商品は、大体ですね、多分メンズの方もレディースの方も、どのアイテムを着れるようなデザインとなっていると思うんですよね。なんで、いいですよね、なんかこう。普段あんまりこう僕ぴったりしたサイズ着ないんですけど、まあ、なんかこう無理なくこうちょっとレディースっぽい感じのデザインを着れてる感じ、ちょっと嬉しいですね僕。はい、娘のマールです。小学校6年生 150cm トップスタンクトップを着ております。サイズは XS ですね。こう正面から見ると普通っぽいデザインなんですけども、後ろのデザインがですね、割とこうカッティングされてまして、すごくおしゃれなタンクトップとなっています。はい、こちらがですね、黒のタンクトップになります。こちらはちょっと白と違ってシックなデザインとなっております。
後ろの切り返しも同じようなデザインになってます。はい、腰のところにもですねちょっとこうカットオフされておりまして、すごくねこうサイドのねデザインもすごくね綺麗でかっこいいなと思います。はい、はい、後ろのデザインもねすごく個性的で唐辛子デザインとなっています。はい、続いてセーターになります。素材感もねすごくねつるっと上品な感じで、これデザインがですねなんか2枚のセーターを重ねて着ているようなデザインになってまして、もう袖口がねペロンとめくれて2枚重ねてるようなね感じになっております。そして肩の下ですねのところもですねちょっとこう切り返しがついてまして、ペロンとめくれて中がねこう見えているというデザインになっています。そして後ろのここの首元のところですねがざっくりとちょっとね見えてまして、下のねこう肌がね綺麗に見えて、なんだかねセクシーな唐辛子デザインとなっています。150センチでこちらのセーターも XS のサイズとなっています。これから秋の季節にはすごくおすすめかなと思います。可愛いです。はい、じゃあ続いてはこちらです。こちらはですねバルーンスリーブセーターになります。袖のスリーブのところがバルーンポップをちょっと膨らんでいます。そして色がですね黒とちょっと唐辛子グリーンになってまして、ちょっと2枚仕立てのスリーブになってますね。シルエットがねとてもラウンド型でちょっと丸くなってて可愛いですよね。そして首元のデザインもですねちょっとねグリーンが入っていてですね、これもとってもおしゃれだと思います。こちらがサイズが150センチで S サイズとなっています。割とこれはねちょっとタイトめのデザインとなっているので、まあ自分のいつも着ているサイズより少し大きめのサイズを選んだりするとねより良いかなと思います。はい、続いてこちらもセーターになります。こちらですね2枚のこうセーターをね合わせたようなデザインになっていまして、それぞれのセーターがねちょっとね編み方が違うようなセーターですね。でね、こちらのセーターちょっと前にねこう重なっていて結んでいるようなねちょっとこう複雑なデザインとなっていますね。これ可愛いですね。後ろもねこうちょっと切り返しが綺麗ですね。さすが東賀さんというデザインになっています。そしてこれも150センチで XS のねサイズとなっていますので、まあ、これもそうですねちょっと小さめなサイジングじゃないですかね。なのでまあ、ちょっとこうそれを考えてですねちょっと選んでいただけるといいかなというデザインとなっております。とても可愛いです。はい、続いてはこちらのね T シャツになります。ドレープが入ったスリーブの T シャツになりますね。これもねシルエットとても綺麗ですよね。手を広げるとですね左右アシンメトリーのちょっとね空飛べそうなようなねデザインになっております。これ実はサイズがですね L サイズになっています。ちょっとオーバーサイズでているんですけども、150センチでこのサイズ感なので割と丈はねちょっと短めに作られてるんじゃないかなと思います。ただですねこのドレープがしっかり入っているんで前から見た感じもですねとってもねシルエットが綺麗でね可愛いですね。これはもうちょっとねサイズがなかなか難しいかなとは思うので、試着してね買ってみるのがねいいのかなというシャツになっております。はい、今日はですね東賀さんと H&M さんのコラボ商品を紹介していきました。こちらですねオンラインショッピングがですね実は9月2日の朝8時ですねから解禁になります。ぜひともねこの東賀さんと H&M さんの商品ですね手に取ってみて素晴らしさをねちょっと感じてみてください。本当にねこれ店舗に行ってとかオンラインショップでですねぜひ購入してみてください。サイズ感は割と、まあ、いつも自分が着てるぐらいのサイズでいいと思います。大きくもないですし、ちっちゃくもないですね。普段 L を着ているんであれば L でいいと思いますし、普段 M だったら M でもいいかなと思います。あんまりこう、飛び抜けて大きいサイズとかちっちゃいサイズとかっていうふうにはなっていないので、オンラインショップで買う方はね、結構迷われるという方が多いと思いますので、ぜひともね、それをね、参考にしていただいて選んでいただけるといいかなと思います。それではですね、このチャンネルがよろしければ、チャンネル登録、高評価ですね、よろしくお願いいたします。それでは。